缶詰とレンジで簡単、ボンゴレスパゲッティを紹介するよ。麺がもちもち、アサリの出汁が効いてて美味しいんだ。今回は丁寧な説明のロングバージョンです。要点だけ知りたいという方は、ショートバージョンをチェックしてね。材料のアサリの水煮缶は、1缶 130g のものを1人分半分使っています。お手持ちのもので調整してくださいね。それではレシピです。まず、スパゲッティは半分に折って耐熱容器に入れます。ここにお水、白だし、オリーブオイルを入れて、軽く蓋をして下にお皿を重ねて、レンジで3分加熱をするよ。今回のレシピでは、電子レンジの加熱時間は合計で製品表示のプラス3分です。1回目の加熱では、この3分分だけ加熱をするよ。この間に具材の準備。玉ねぎは薄切り。にんにくはみじん切り。鷹の爪は種を取り除いて細かくしておいてくださいね。3分加熱した麺はまだ高温な感じ。温まっているぐらいでまだ硬いけど、これで大丈夫だよ。ここに切った玉ねぎ、にんにく、鷹の爪、さらにアサリ缶の汁だけ加えます。アサリ缶はしっかり火が入っているから、身がこれ以上硬くならないように加熱はせずに最後にお皿にのせるよ。次に電子レンジで加熱をします。今度は製品表示の時間通りです。取り出すときはとても熱くなっているので注意をしてくださいね。美味しそう。レンジで茹でた麺はもちもちして美味しいんだ。スープもいい感じでとろみがついています。あとは汁ごとお皿に移して、アサリの身と骨毛を乗せたら完成だよ。レンジで作れば熱々の出来たてを楽しめるのがいいんだね。スープもアサリのお出汁が効いててとっても美味しいんだ。簡単なのでぜひ作ってみてね。今回は見ながら作れる丁寧な説明のロングバージョンでした。要点だけ知りたいという方は、YouTube の概要欄にリンクがあるショートバージョンをチェックしてね。それでは今回はこの辺で、さようなら。